うまい。今日の飯も最高だぜ。ここのレストランはビュッフェ式だし、好きなもんいっぱい食えていいっすよね。だろい。文太の場合はデザートが多くて嬉しいの間違いだろ。そんな山盛りにケーキを持ってきやがって。ショートケーキに抹茶ケーキ、ティラミス、フォンダンショコラにプディング。見てるこっちが胸焼けしそうじゃな。美味しそう。前から言おうと思っていたけど、もっと栄養バランスを考えて食べないといけないよ、マルイ。食事は体作りの基本なんだから。わかってるって、雪村くん。言いながらケーキを食べるのはやめんのじゃから、説得力がないの。見慣れたとはいえ、よくあんな甘いもんばっか食えるよな。このオレンジピール、いいアクセントになってるぜ。この使い方は面白いな。今度試してみてもいいかも。久しぶりにケーキ作りしてみっかな。マジっすか？その時は俺にも食べさせてくださいね。お、いいぜ。他の奴らも誘って試食会と行くか。食い終わっちまった。おかわり取ってくる。行こうぜ、ジャッカル。俺もかよ。ま、食い足りなかったし、いいけど。ジャッカル、マルイがちゃんとケーキをよそいすぎないよう、見ておいてね。監視しておいてね。雪村部長、今。監視って言おうとしたの。まあいいんじゃない？開始で。開始？監視。俺の言うこと聞くかは分からねえけど、一応注意はしとくわ。聞かねえだろうな。ガキじゃねえんだから平気だっての。じゃ、行ってくるぜ。本当に大丈夫かな。本人の言う通り、子供じゃないんじゃ。何があっても自己責任というもんじゃろう。でも今からあれじゃ将来病気にならないか心配だよ。よくわかんないですけど、丸い先輩なら平気ですって、きっと。そういう赤屋も肉ばかりじゃなく野菜も食べるようにね。ゲヤブヘビじゃったの。良いか丸い。健康な体の基本は運動からだ。いや、真田、なんで俺は急に呼び出されたんだ？いつもより厳しめに練習をするぞ。覚悟はいいな。いや、だからちゃんと説明を。ケーキばっかり食ってるからだろ。問答無用。まずはウォームアップにコートランニングだ。まあもうこうなったらしゃあねえか。やってやろうじゃんか。うへえ、副部長ってばスパルタすぎ。丸井先輩、ご愁傷様っす。真田のやつ、やけに力入ってねえか。なんかあったのかな。おそらく誠一が丸井の健康を不安視していたからだろう。まさか丸井君はどこか体調でも悪いんですか。いや、甘いものばかり食べていることを気にしているようでな。ああ、そういや飯ん時そんなこと言ってたような。それで余計なカロリーを消費させるために運動をということですか。甘いものを制限するとかじゃねえんだな。あれで一応丸井にも気を使っているんだろう。源一郎らしい案と言える。はあ、あ、次はラリー練習みたいっすね。おいおい、ラリー練習でなんで風使ってんだよ。いいから本気で来い。お前の体から余分なカロリーを全てなくさねばならんのだ。言ってる意味がわからねえけど、やられっぱなしは性に合わねえだろ。行くぞ。どっちもどんどん本気になってねえか。ラリー練習っつうか、あれはもう真剣試合っすね。俺もやりたくなってきた。私たちも見てないで参加しましょうか。
そうだな。みんなで練習した方が丸井もやる気を出す確率 100% だ。雪村君。ああ丸井、お疲れ様。さっき赤谷から聞いたよ。ハードな練習をしてきたみたいだね。俺も聞いたぜ。雪村君、俺の体を心配してくれてたんだってな。真田も先に理由を話してくれりゃいいのによ。俺に恨み事を言わなくていいのかい？ずいぶんしごかれたみたいじゃないか。あれは真田が勝手にやったことだろ。それにいい練習にもなったし、何より雪村君に心配かけてたのに気づかなくて俺も悪かったしな。丸い、これからは俺も食べ過ぎないようちょっとだけ気をつけるとするぜ。え、大丈夫？あの文太からあんな殊勝な言葉が出るとは。それだけ雪村君と真田君の思いがしっかり伝わったということでしょう。うん。いや、これだけでは終わらないようだ。え？あれを見ろ。丸い、その取り出した袋は何だい？何ってミニドーナツだろ。たくさん運動して腹が減ったからさ。運動した後のお菓子は格別だぜ。まあそうなるよな。せっかくあんなに練習したというのにあれでは。あいつは全く。落ち着け真田、文太に悪気はねえんだ。大丈夫だ源一郎、問題ない。何？誠一。柳、それにみんなもいつからそこに？少し前からだ。二人の会話に入るのもやぼかと思って見守っていた。それより俺のデータ分析によれば、丸井が日々摂取しているカロリーはきちんと運動で消費されている。源一郎のおかげで今日は特にだ。あれくらい食べても問題はないだろう。そうなのかい？それならいいのか。やっぱ甘いものは最高だろい。文太、話聞いてねえな。まあいいか、健康に問題がないのならそれで。こんなに幸せそうに食べているのを見ると何も言えませんよね。仕方のないやつだ。無理無理、もう限界だぜ。文太、まだ始めて20分も経ってねえぞ。俺にしちゃ頑張った方だろい。数字ばっか見てると頭が痛くならねえか？痛くなる。痛くなるっていうか眠くなる。俺は漢字ばっか見てる方が痛くなるけどな。本当に文太は数学が苦手だな。わかるわ文太。苦手も苦手、大苦手だぜ。どうしてこの世に数学なんかあるんだか。それな。そのセリフ、この前赤谷が同じこと言ってたぞ。仲間だ。げ、赤谷と同レベルはまずいな。先輩としてカッコつかねえぜ。俺が教えてやりたいとこだけど、数学はそんなに得意ってわけでもねえし。そうだ、雪村に教えてもらえないか頼んでみたらどうだ。そういや雪村君は数学が得意だったな。よっしゃ、早速探しに。何しとるんじゃお二人さん。おお、見ようじゃねえか。学校の宿題をちょっとな。お前も山ほど出されただろ。ああ、合宿に行っとる間にこなせって言われたあれか。なんだか余裕そうだな。もしかしてプリン、ほとんど終わったぜよ。すげえ。本当か？すごいな。手こずっとるんならちょいと見てやろうか。数学なら得意じゃき。マジで？ちょうどその数学に困ってたんだ。頼むぜ、ニオ。任せんしゃい。つまりここはフリット比例定数ぜよ。
プピーナの値を1から2へ2倍するとプピナッチョの値は3から12へ。プピーナの値とプピナッチョの値って何？プピナッチョ？じゃから最後は9になる。ほら簡単じゃろ。多分問題何も入ってないわ頭に。ジャカル、今ので分かったか？すまん、俺にはさっぱり。だよな。すまんの、これでも一生懸命教えとるんじゃが。あ、いや、匂いが悪いわけじゃ。できればそのプリッとかやめてもらえねえか。頭に入ってこなくてよ。それはできん相談じゃ。俺はいつもこれで覚えとるからの。マジかよ。頼んどいて好き勝手も言えねえしな。じゃもう一回頼むぜ。プピーナ、ププ。ああ。ブンタ、大丈夫か？正直ギリギリだろう。まだプリッとかプピーナが耳に残ってるぜ。俺もだ。匂いには悪いけどあんまり参考にならなかったな。ああ、この山積みのプリントどうすりゃいいんだ。なんやなんや、そないな落ち込んだ顔して。うわ、びっくりした。押したりじゃねえか。どうしたんだこんなとこに。お前も勉強か？いや、さっきばったり匂いに会うてな。なんや、数学に苦しめられとるんやで。いや、数学というかプピーナというか。あ、ようわからんけど数学なら俺が力になったるで。え、お前って数学得意なのか？おう、何を隠そう、何話の数学スターとは俺のことや。何話のスピードスターだけじゃなく異名がたくさんあるんだな。じゃあ頼んでもいいか？もうほんとわけわかんなくて困ってたんだ。任せとき、その悩み俺がパパッと解決しとるわ。で、答えは 3x+3y+3 か？ってアホかい！右端の3はどこ行ったんや？あ、忘れてた。こいつも分解しないとだから。答えは 3x+3y+1 か？正解や！これで泣いてた3が浮かばれたな。数字に泣くも何もないだろう。いや、俺には見えるで。丸井くんに嫌われちゃった。どないしようってしくしく泣いとった可憐な3がな。なんだそれ。じゃあ次は、今度はニーズは 4y3 を置き去りかいな。これは愛想つかされて出て行ってまうで。奥さんだったのかよ。じゃあこっちはどうなんだ？はあ、まずい。それは隣んちのガキんちょやな。大人になってから仕返しに来るパターンや。なんかややこしなってるってケンヤ。おっかねえな。じゃあ次の答えは。あ、でも文太楽しそう。文太のやつ、突っ込まれんのが面白くてわざと間違い出したな。教えてくれてるおしたりには悪いが、こりゃ失敗かもしれねえ。おしたりとの勉強楽しかったけど、不思議なことに宿題はさっぱり進まなかったぜ。遊んでるからでしょ。俺としては不思議でもなんでもないけどな。なあ文太、この調子じゃ今日はもうダメじゃねえか。また日を改めた方がいいんじゃ。つっても今日くらいしかがっつりできる時間がないんだよな。今度の休息日は予定入りちまったし。二人とも調子はどうだい？あ、雪村くん。今日は勉強するって聞いていたから念のため見に来たんだ。宿題は進んだかい？それが。なるほど、匂うとおしたりに先生を頼んだと。ああ、けど結局全然進まなくてな。事情はよくわかったよ。それじゃあ
俺が見てあげよう。いいのか？もちろん、部員の学業を助けるのも部長の役目だからね。さあ、早速始めようか。で、ここの値がこう変化すると。なるほど、ここは 2y になるんだ。正解。なんだ、ちゃんと分かってるじゃないか。いや、雪村の説明がうまいおかげだぜ。俺もすっと理解できたし。もう最初から雪村に聞いとけばよかったじゃん。ああ、めちゃくちゃ分かりやすいぜ。さすが雪村くんだろ。大げさだな、そんなに褒めても何も出ないよ。いやいや、お世辞じゃねえって。いろいろ遠回りしたけど、雪村くんに教えてもらうのが一番だったな。ね。ああ、宿題もようやく終わりが見えてきたし、進みが全然違う。マジでありがとな、雪村くん。お礼に、国語か音楽で困ったらいつでも頼ってくれ。その時は頼むよ。さあ、暇だぜ。落ち着けってムカヒ。そんなに叫んでも暇なのは変わらねえぞ。そうそう、休日くらいゆっくりお昼寝しようよ。まったりするのが一番だし。お前はいつも寝てるだろうが。それじゃあゲームでもするか。ちょうど3人で対戦できる格ゲーがあるし。ゲームもいいけど、なんかそういう気分じゃないんだよな。気難しいな、ガク君は。ガクとってばわがままだし。うるせえな、じっとしてたくない気分なんだよ。テニスしてこれば。じゃあどっか遊びに行けばいいじゃん。お前が今日は3人で過ごしたいって言ったんだろ。あれ、そうだっけ。本人を忘れているようです。紅白対抗戦じゃ一緒に頑張ったね。今度の休日は3人で遊ぼうよって言ったのはジロ君だろ。そうだったかも。その時の気分で言ったんだよね、ジロちゃんは。まったくお前は。じゃあ3人でお菓子パーティーでもするか。いいね。お菓子パーティー？お菓子を作るところからやれば体も動かせるし、作り終わったらまったり食べれるだろう。おお、いいじゃねえかそれ。グッドアイディアだし。じゃあ何を作るか決めないとな。二人とも何食いたい？俺はチョコをかけたスティックのやつがいいな。ポッキー自作で作んの？それ市販でお前が好きな菓子じゃねえか。でも似たようなやつは作れると思うぜ。すげえ。え、マジ？おや、ムカヒはチョコ嫌いか？いや、好きだぜ。タケノコ型のクッキーにチョコかかってんのとか好きだし。二人とも似た系統の菓子が好きなんだな。なら話は早いだろ。チョコがけクッキーを作ろうぜ。ダメダメ、決まりだし。なんかワクワクしてきた。早く行こうぜ。よし、じゃあお菓子作りと行くか。用意はいいか？はーい、バッチリだぜ。いい返事だ。なあ、ちょっといいか。ん？どうした、ジャックル。なんで俺ここに連れてこられたんだ。そりゃお菓子作りを手伝ってもらうために決まってんだろ。桑原ってよく丸井くんのお菓子作り手伝ってるんでしょ。俺たちも助けてよ。せっかくの休日に悪いな、よろしく頼むぜ。ま、いいけどな。文太の無茶ぶりには慣れっこだし。さすがジャッカルだぜ、頼りになるな、相棒。おだてても何も出ねえぞ。じゃ早速調理に。おっと、その前に2人ともお菓子作りで一番大切なことって知ってるか。分量を守る。え、なんだろう。
真心を。大事だそれももちろん大切だな。聞いたことあるぜ、あれだろ、分量。正解。小麦粉や砂糖、牛乳、使う材料の分量が正確であるのが大切なんだ。これをミスると味が悪くなっちまうし、出来上がりがいびつになっちまうんだ。めんどくさそうだし。お菓子作りってめんどくさそうだよね。大丈夫だって、手本を見せるからさ。ジャッカルが。俺かよ。おりゃ。そうそう、ふるいでダマになってるところをこすように潰して。これ結構疲れるな。だろう、お菓子作りは意外に筋肉使うんだぜ。寝てる。な、こぼれる。湯煎したチョコを持ったまま寝るな、芥川。危ない。ん？あれ、寝ちゃってた。あ、そうだ、お菓子作りしてるんだっけ。ジロ君、危ないから向こうで寝てくるか。うん、平気。それより丸井君、俺クッキー以外にもパフェとか食べたい。あ、いいな。ケーキも作るつもりだったし、余ったクリーム使ってちゃちゃっと作ってみようぜ。わーい。おい文太、そろそろクリームの泡立てよくねえか。もうちょいってとこだ。角が立つまで頼むぜ。あ、いいよ。あ、終わったら生地こねるのもしてやろう。なんか俺ばっかり力仕事やってないか。気のせいだろ。いちごはてっぺんに角みたいに置いて。ジロ、慎重にだぞ。分かってるって。二人ともすっかり夢中だな。だな。でもこの飾り付けで完成だ。なんとか出来上がってよかったろい。手伝ってくれてありがとな、ジャッカル。よせって、俺も暇だったし、いいってことよ。よし、完成。お、できたみてえだな。改めて見るとすげえな。これ全部俺たちで作ったのか。感動するのは味を見てからだろい。早速お菓子パーティーと行こうぜ。わーい。俺が型抜きしたクッキーのチョコがけから食べようぜ。もちろん、ジャッカルも食ってけよ。ああ、働いた分しっかり味見させてもらうぜ。うまっ。何これ、超うまいし。ヤバヤバのヤバだろ。クリームの甘さも絶妙だぜ。おいおい、そんなにがっつかなくてもまだまだたくさん。ん？アッくんがこっちを見ている。阿久津じゃねえか、どうしたんだこんなところに。別に、甘ったるい匂いが漂ってたから気になっただけだ。モンブランないよ多分。おう、お菓子作りしてたんだよ。お前も食っていくか。いらねえよ。なんで俺がお前らなんかと。そう言うなって。モンブランもあるぜ。あるんだ。素直に座るんだな。え、なんか言ったか。いや別に。ほらモンブラン、このデコレーションは俺がやったんだぜ。栗の皮むきは俺が手伝ったんだし。お前らが。見た目はまあまあじゃねえか。問題は味だ。どうだ、阿久津。悪くねえ。おい、そこはうまいって言うとこだろ。まあまあ、阿久津にしてはこれでも褒めてくれてんだろ。マジマジ、すっげえ美味しいもんね、このモンブラン。丸井くんってば天才だし。俺だけじゃねえって。ここにあるのは全部4人で作った菓子だろ。そんなにいっぱい作ったの。おい、ん？おかわりいるか？
悪くねえ。ラム酒の香りが強え。ペーストももう少しバターを多めにした方がいい。おお、プロっぽい。もしかしてアドバイスしてくれてんのか。どうとでも取りな。次に生かすとするぜ。ありがとな。おかわり。結局もらうのか。ジャッカルも遠慮してねえで、もっと食えって。今日はお菓子パーティーだ。みんなで腹がはち切れるくらいスイーツを楽しもうぜ。よいせっと。これくらいあれば足りるかな。お菓子？おい、ガサガサうるせえ。お、悪いな。一応ここで中身の確認しとこうと思ってさ。確認？なんだそれは。さっき買い込んできた非常用菓子。え？そのバカでけえ段ボールの中身全部か。おうよ、いつなくなっちまうかわからねえからな。は？俺が大切に取っておいた非常用菓子を桃城とタニシに食われちまってさ。人のもん勝手に食ったの。今度は何があってもなくならないようにたくさん調達してきたんだ。なるほどな。そういうことなら仕方ねえ。サンキュー。話がわかるじゃねえか。しかしひでえよな。食うの楽しみにしてたんだぜ。それをあいつら。なんだその話、ありえねえ。処刑だなそいつら。お、遠野先輩。処刑はどうかと思うけど、勝手に食べるなんて本当にひどい話だね。そうっすよ。俺も兄貴に間違って自分のプリン食べられた時なんかすげえ怒りましたもん。人のスイーツに吸い付くやつには天罰を。おなんか意外にみんな真剣に怒ってくれるな。僕も甘いものが好きだからね。人事じゃなくてつい。俺のアップルパイを食ったやつは漏れなく血祭りにあげてやるぜ。なるほど。富士たちはもちろん先輩たちも甘いもの好きだったんすね。じゃあせっかくだしこれどうぞ。え、くれるのかい。はい、お裾分けっす。ま、貢ぎ物ならもらってやってもいいぜ。おい、お前らも受け取れよ。俺たちまで。ありがとうございます。いいのかよ、調達してきた分がまた少なくなっちまうぞ。いいってことよ。これも甘いもの好きのよしみってことで。いい汗かいたぜ。丸井くん、着替えながらまでお菓子を食べるのはどうなんだ。これも大切な栄養補給だろ。食い意地張ってるのは間違いじゃねえの。それにしてもさっきのダブルス練習での丸井さんすごかったですね。ああ、バスト、まさか綱渡りで持っていくとは思わなかったぜ。だなだな、よくもまああそこまでうまく打球のパワーを殺せるもんだぜ。もし失敗したらとか考えないんですか。失敗するわけねえくらい練習してっからね。それにもし失敗してもそん時はそん時なんとかしてくれるだろ。ジャッカルが丸投げじゃねえか。まあ多少ジャッカル君に任せすぎな気もするけど、それだけパートナーを信頼してるってことだろう。そうですよね。丸井さんの試合中の判断力とダブルスパートナーへの信頼を忘れないところ見習いたいです。ああ、本当に。ま、同意だな。なんだよ、みんなして急に。お前もしかして照れてんのか。そんなんじゃねえって。でもたまには桑原に感謝した方がいいと思うぞ。
お前見てるといっつも好き勝手してるし。ああ、振り回されてて気の毒になることもあるよな。俺だって本人に言ったりはあんまりしねえけど、ジャッカルには感謝してるんだぜ。ま、面と向かって改めて言うようなことでもねえよな。俺も言う人はそんな感じだ。でもいろんなとこで褒めてくれるんだぜ。今日はよく飛べたなとかさ。よかったね、ガック。それを言うならうちのエイジだってよく俺のことを見てくれてるぞ。ああ見えて気遣い屋なんだ。シシドさんだってそうです。俺が緊張してるときは厳しいけど優しいカツを入れてくれて。それを言うとダビデはちょっと違うな。ずっとマイペースだから逆にこっちが冷静になれるっつうか。なんかダブルスパートナーの褒め合いになってねえか。たまにはいいじゃねえか。本人もいねえんだしさ。そうだぞ丸井くん、ここでしか言えない本音を言ってみたらどうだ。仕方ねえな、ちょっとだけだぜ。ほらやった。やりますね。これならここだぜ。妙技砂渡り。くっ、天才的だろ。おい、マジマジすっげー、丸井くんかっこいい。なんだば今の、ワンニオデージー真似できんさ。だからよ、シギア、あんな自信満々に天才なんて言われてもわじわじしないさ。だな、あそこまですごいと何も言えなくなっちゃうんじゃないば。きっとその秘密は丸井の愛嬌にあるのではないだろうか。愛嬌？丸井くーん、くぬひゃーみたいな感じか。近しいものはあるな。俺のデータによれば丸井が誰かを苛立たせる確率は非常に低い。同じ立海の桐原と似た出現をしても真田を怒らせることは少ないしな。それはすごいさ。愛嬌を覚えればワンも栄四郎に怒られなくて済むってことやし。いやー、あの人には通用しないよ愛嬌なんて。いやー、ある意味ケイ君はもう愛嬌でいっぱいさ。ねえ、ケイ君は愛嬌でいっぱいだよな。そうだば。もうらい、あ、終わった。丸井くんすごかったし、次は俺とやろう。あ、いいぜ。私の負けですね。お疲れ様ヤギュー、いい試合だったな。おかげでいいデータが取れたよ。おっと、それは怖いですね。皆さんは何の話をしていたんですか。丸井の愛嬌についてさ。愛嬌？なるほど、そういうことでしたか。確かに彼にはなぜか許してしまいたくなる雰囲気がありますね。赤谷にはないのね。しかし結局はあれが全てではありませんか。そりゃ甘いぜジロ君。二人ともデージ楽しそうさ。ああやって丸井君のプレーは観客を楽しませ魅了します。だからこそ少し尊大な発言があったとしても腹が立つことがないのだと思いますよ。確かにな、見ててワクワクするさ。観客を楽しませるプレーか。ふふ、ワッターもう負けてられないね。丸井さん、桑原さん。ああ、神尾とイブ。今日は練習試合ありがとうございました。いろいろ勉強になったっす。いいってことよ。にしてもお前ら上手くなったよな。
はあ、どうも。その上から目線、なんだかムカつくな。こら、シンジ。素直でいいじゃねえか。向上心のない奴は自然とダメになってくからな。ブンタ、あの、今日対戦して思ったんですけど、お二人の息の合い方ってマジですごいですよね。だろい。俺とジャッカルのコンビネーションはバッチリだぜ。何胸張ってんだ。ま、俺もそう思うけどな。どうやったらそこまで相手の動きに合わせて動けるんですかね。そりゃやっぱパートナーを信じてるからじゃねえか。信じる。ああ、そっか。お前らって確か基本シングルスプレイヤーだったっけ。いまいちわかんねえかもしれねえけど、ダブルスで一番大切なのはパートナーとの信頼関係だ。俺はジャッカルに任せて好き勝手するし、ジャッカルもそれを理解してくれてる。それがうまいこと噛み合っていい感じのコンビネーションに消化できてんだと思うぜ。まあ俺はこいつの尻拭いやサポートが大体って感じだけどな。それができるだけ大したもんだろ。なるほど。でも俺とシンジはもともとライバルみたいなもんだしな、負けらんねえって気持ちのが強いかも。俺もプレイスタイルは変えずにいるし、どっちかをフォローしてなんてあんまり考えたことなかったな。これってダブルスとしてはまずいんすかね。いや、悪いことじゃねえと思うぜ。そういうのもお互いを高め合う大事な要素だ。ああ、俺とジャッカルとはまた違ったある種の信頼関係なんじゃねえの。そっか、スタイルは違うけど丸井さんたちの話が聞けてよかったっす。ありがとうございました。いいってことよ。それぞれいろんな信頼関係があるんだよな。他のダブルスのことももっと知りたくなってきたぜ。ふっ、おっと、あれを拾うか。相変わらずリーチが長いな。おい、ワンを忘れてもらったら困るさ。後ろだ、ジャッカル。分かってる。チッ、ハブを消しよった。チッ、相変わらずの鉄壁だね。ブンタ、妙義、鉄柱当て。ほら、ブンタ、タオル。お、あんがとよ。悔しいさ、ハブで絶対決めたと思ったのに。うちの防御を崩せなくて残念だったな。なんで丸いが誇らしげか。守りはほとんど桑原だったやし。そっちも知念が防御に専念してて崩しにくかったぜ。やっぱ腕の長さが違うよな。ワントリンはお互いそれぞれの強みを熟知してるし、役割がはっきりしてるからね。だるな。やしが、それは丸井と桑原も同じやし。まあな、俺は攻撃、ジャッカルは防御兼俺のフォロー係だ。お前のフォローは日常茶飯事だしな。そうや、ヤッターも幼なじみだったば。おうよ、昔から知ってる仲だぜ。なるほどや、だから安心息が合うはずや。やっぱり長年一緒の相手がコートにいるのはデージ心強いよね。そうだな、お互い何を考えてるかすぐわかるし、組みやすい相手ではあるぜ。精神面で考えても幼馴染でダブルスってのは割と強みなのかもしれねえな。だね、ワントリンの絆は誰にも負けんさ。おいおい、恥かさんやし。俺もたまにはこういうこと言ってやろうか、ジャッカル。動揺すんなよ、冗談だっての。
さて戻って晩飯だ。飯はいいけどあんまりデザート食いすぎるなよ。分かってるって。ん？俺の勝ちだろ。どこに目をつけてんだ。どう考えても俺のが先だったろうが。だと？やんのか。よし、お二人さん。ああ、いつからそこに。ちょっと前からな。なんだ、また喧嘩か。いや、外周ランニング、どっちが先に終わるか勝負になって。仕掛けてきたのはてめえだろうが。その上負けたくせに認めもしねえで見苦しい。いや、だから俺が勝っただろ。ああ、事情は分かったからやめろって。ほらよ。え？ラケット？ジャッカルもカイドウに渡してやってくれ。おう、ほら、カイドウ。あ、うっす。よし、じゃあ行くぞ、お前ら。え？なんで俺たちラケット持たされたんです？俺には小さい弟が二人いるんだけどよ。は？弟？これがまた手のかかるやつらでさ、ほっとけばしょっちゅう小さなことで喧嘩ばっかするんだわ。だから面倒を見るときはそれぞれに役割を与えて喧嘩しないよう気をつけてんだ。へえ。俺には一人しか弟いないっすけど、勉強になります。あ、つまり俺たちも同じ。何しれっと荷物持ちさせてんすか。走れ、ジャッカル。おうよ。ああ、待ってくださいよ。ちっ、こうなったのもてめえが。ああ、おい、喧嘩なんかしてる場合じゃねえぞ。早く持ってこいよ。ああ、もう仕方ねえな。さて、今日は実習練。やっぱバンダーキャッスルを磨くしかねえだろ。この前の紅白対抗戦じゃ桃城たちに挟み撃ちにされて、最後はわしにやられちまったけど、ワンダーキャッスルを生かした動きができてれば風船を割られることはなかったかもしれないし。やあ、文太君、君も自主練？おう、富士。そうだ、富士のカウンターは参考になりそうだな。え？よければ俺と一緒に練習しねえか。お前から学ぶところがありそうだ。それは光栄だな。いいよ、やろう。サンキュー。ああ、しっ。やっぱり富士と俺は全体的にスピードもパワーも同じくらいだな。カウンターとボレーで種類は違うけど、テクニックも同等ってとこだろ。考え事？甘く見られたものだね。でもそろそろ行くよ。風が。白芸させるか、ワンダーキャッスル。お見事。でもまだ終わらせない。ふぅ、面白かったぜ。ありがとな、クジ。こちらこそ、僕も楽しかった。じゃあ一息入れようぜ。俺が作ってきたマドレーヌ食ってくれ。いいの？ありがとう。あ、じゃあマドレーヌのお礼に僕のドリンクもどう？それすげえ匂いがしてんだけど。犬い汁だ。僕のおすすめ、激辛犬い汁。犬いが僕のために作ってくれたんだ。これを飲むと技のキレが良くなるんだよね。やめとけよ、ブンタ。そうなのか？嘘言ってる感じじゃねえし、妙な説
得力が。いや、でも本当だとしても遠慮しとくぜ。辛いもんより甘いもんの方が好きだし。そう、残念だな。なんか九死に一生を得た気がするぜ。なるほど、ワンダーキャッスルの強化を。ああ、今のままだとまだ隙があるからな。ネット際の城壁をもっと強固にしたいんだ。では実戦があるのみだろう。よし、付き合ってやる。俺の打つボールを全て弾き返してみろ。おう、頼むぜ。うワンダーキャッスル、さすがだぜ真田。ボールの一球一球が重い。でもこれでも崩れんか。まだまだ行くぞ。早きこと風のごとし。でも負けてらんねえんだよ。見事だ丸井。俺の打球をあそこまで打ち返せるとは。やはりお前のこの合宿での成長ぶりは目を見張るものがあるな。珍しく褒めてくれるじゃねえか。心よりの賛辞だ。素直に受け取っておけ。おうよ。じゃあ付き合ってくれたお礼に試作したタピオカドリンクをやるな。タピオカ。真田、いや、なんで片言なんだよ。タピオカだよ、タピオカドリンク。知らねえの？だいぶ前だよ真田。知らん。潔い。マジ？タピオカドリンクを知らねえなんて人生損してるぜ。うん、ああ、そういえば以前赤谷がバエッガどうとか。タピオカドリンクって映えるの？真田の口から映えって言葉が出るとはな。意味分かってないからね真田は。からかっているのか。違うって。いいから飲んでみろよ、自信作なんだぜ。ん、うん、では失礼して。そうだね、そうなるね。おい、大丈夫か。何かゴムのような面用の玉が。面用な玉で。ああ、先に言っとけばよかったな。それがタピオカなんだ。これを一息で飲み込むにはかなりの食道の広さがいると思うぞ。噛んで噛んで。いやいや、普通に噛んで飲み込むんだよ。ほら、こうして。うん、なるほど。こうか、うん、そうそう、そんな感じ。味はどうよ。不思議な食感だ。うまいな。だろだろ。だが俺には少し甘すぎる。なら今度はもっと気に入るタピオカドリンクを作ってやるよ。おう大鳥、ちょっといいか。丸井さん、こんにちは。どうしました？実はちょっと付き合ってほしいんだ。俺にスカットサーブ打ってくんねえか。ボレーをするにはまずサーブを打ち返せるのが前提だろ。強いサーバーと練習がしたくってさ。もちろんいいですよ。丸井さんにはいろいろお世話になりましたし。世話？そんなことしたっけか。ほらほら、タイブレイクマッチの後。ああ、シシドのこと気にして腐ってた時のことか。特に大したことはしてねえぜ。そんな、俺すごく感謝してるんです。丸井さんのおかげでシシドさんからもらったグリップテープの意味をちゃんと汲み取ることができましたから。そっか、ならよかったぜ。あ、すみません長々と。早速練習しましょう。おう、しくやら。一球入魂。コントロールもついてきてるな。ますます厄介になってきたぜスカットサーブ。でもだからこそ練習相手にはもってこいだろうな。どんどん頼むぜ。はい、
お疲れ様です丸井さん。少しはお役に立てましたか？立ったすげえ助かったぜ。ってことでお礼にこの手作りの猫型クッキーをプレゼントだ。わ、すごい、うちの猫に似てる。食べるのがもったいないです。そんなに喜ばれると照れくさいな。自分のサーブ練習にもなったのにクッキーまでいただいてしまってなんだか悪いです。俺でよければまたいつでも誘ってくださいね。ああ、そん時は気兼ねなく頼ませてもらうぜ。ほんと大鳥はまっすぐっつうか純粋っつうか、だからこそぐんぐん育ってるんだろうな。俺もいろんなやつがいるこの合宿中にたくさんのやつと関わって自分の力を磨いていこう。